和田岬の位置、和田岬は、兵庫県神戸市兵庫区にある、大阪湾、神戸港に面した岬。この岬が、南西風と潮流を防ぐためにその北東側が、天然の良港となり、歴史上の大輪電白、兵庫港以来、神戸港が発展することになった。周辺の住所は、神戸市兵庫区はダグー通。 明治時代以降、和田岬周辺は造船業をはじめとする重工業地区となっている。六甲山地から南流する妙法寺川、カルモ川の流出土砂及び沿岸流によって形成された冊子。もともと、読みは同じで和田や和田等と呼ばれていた。昔は名勝地でもあった。太平記によれば南北朝時代の建務3年5月25日には、 港川の戦いの舞台となり、和田岬崎には、新田義貞配下の脇谷義助、大館氏明が布人したという。江戸時代末期に、勝海改修により、和田岬崎台が作られたが実戦には、使用されなかった。現在は、三菱重工業の敷地内になっている。明治期に撮影された、和田岬崎台と、和田岬崎灯台。明治初期、 和田岬崎灯台も設置されて1963年まで使用されている。また、神戸で初の水族館、和楽園水族館も作られた。明治時代中期以降に、先端部に三菱造船や川崎造船所等の重工業が進出して、工業地域として発展していった。三菱造船の系統を組む三菱重工業。 神戸造船所や三菱造船の電気製作所の部門が分離して独立した三菱電機、川崎造船所の系統を組む川崎重工業等の工場が立ち並んでいる。ありがとうございます。